もうあのもう遊びに来たと思ってるから、ね、今日は全然ゆるく、はい、もう勝手にスタートしますけれども、うん、本日はですね、こちら東京の上野駅に来ておりまして、まあ私生活では合ってるんですけど動画では初めてということで、うん、確かに高田さんとあのコラボですね。初マンツーマン飲み動画ということで、うん、イエーイ。あの朝倉さんはねもちろん大腕で活躍してますけれども、お酒も好きということで、めっちゃ飲む。で今日はさっきの坂田さんとやりますから、飲み歩き代名詞の街ですね、うん、上野の方で、まあ、昼飲みということで、もう14時ですけれども、うん、お店ガンガンやってますんで、気になるお店を、まあ、見つけ次第飲み歩き、まあ、はしご酒ですね、やっていこうかなと思いますんで。楽しみ。上野あんまり知らなくて、なんか何やるかとかその食べ歩きの街っていうのも知らなかったから、もう完全に今日ついていきますって感じ。すげえ、めっちゃ YouTuber モードじゃないですか、急に急にめっちゃちゃんと喋ってくれる。あの本当に今日はゆるくやるんで、あの大丈夫です。本当に、え、今日自分のカメラないからもう遊びに来たと思ってて、あ、じゃあ本当にあの普段一緒に飲みに行く時みたいな感じで気楽に行きましょう、うんうん、はい、はい、じゃあちょっとじゃあ早速行きましょう。はい、はい、ありがとうございます。あ、もちろんもちろん、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。のっけからいいスタートで。確かに。のっけからいいスタートですよ。まるでやらせかのようだ。やらせかのように。あ、ありがとうございます。写真撮るの。ありがとうございます。あ、私がカメラやります。さすが都内。早いですね、声かけが。ごめんなさい、ちょっと。あ、いい感じだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。多分、すごい。さすが有名人。本当に申し訳ないの、コラボ相手に。いや、全然、全然、全然。いや、なんかよく私、萌えあてちゃんとかと歩いてる時に、もうさってマネージャーのふりする。あの、顔出してるから。なるほどね。気づかれることないから。あの今日はサングラスやってるけど、大食いの人と飲むこと結構サングラスさん多いじゃないですか、うん、けあーでもそうどうだろう、誘われたらひょいひょい行くけど自分からあんまり声かけないアタックはしない、うん、僕なんかも結構カウンターで飲むことが多くて、大衆居酒屋とかで一人で飲んでると、うん、もう全然知らない人と飲んだりしますね。あ、でもそういうのあるかも。私も地方行った時に、あの撮影中だともうどんどん話しかけてって思うけど撮影してない時はもう極力人見知りだからもうコソ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 してカメラ回ってると、あ、そう、スイッチ入ってる、いける、うん、喋れるから。うわ、こんな大食いいけますよ。知ってる、大食いしても安いっす。知ってる感じじゃないですか。大食いしても安いっす。今日はしごだけしようかなと思ってて、はいはいはい、2軒目来ていいですか。あ、もちろんもちろん、大食いしてます。めちゃめちゃ安いんで、歩き疲れた頃に戻ってきて座りたい。ぜひぜひ。テキーラ290円、安っ。安っ。大飲みしても爆食いしても安い。飲み放題も980円なんですか。飲み放題980円、2時間で980円、よっす。さすがにね、1軒目行ったらもう確かにはしごできないんで、じゃあ2軒目行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、や、上野よっす。上野安いですね。昔足立区住んでたんですよ。で、上野まで電車で1本なんで、その都内出て酒飲もうってなったらまず上野だったんですけど、まあ安いし気さく。いや、よっす、本当になんか気軽に入りやすい感じで、結構ね、軒先のお店も多いんで、うん、酒飲むんだったら撮影して、うん、超やりやすいですね、多分。うん、あ、ヨメ兄さん、ほぼ初ぐらい、知り合い。ヨメ兄さん、あ、いや、こう、ヨメ兄さん関係あるんですか。はい、沖縄業務提携してて、沖縄では一緒に店舗をやったりとか、月1とかでたまに店長として。あ、来るんですか。あ、来られます。あ、ちょこちょこ飲み仲間で。はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。海ぶどうと沖縄そばとかは嫁兄さんから直接送ってもらってます。そう、製麺所で出しましたもんね。あ、そうそうそう、普通の麺使って沖縄そばこちらで提供。海ぶどうとか大好き。沖縄料理好きですか。大好き。もしよければ外席とかでお客さん結んだりちょっと飲んだりしてもいいですか。もちろんです。いいですか。ありがとうございます。ちょっとお邪魔させていただいて、お願いします。ちょっとお借りしちゃってもいいですか。あ、2つ使っていいから。あ、ありがとうございます。どこ座ったら。あ、じゃあ奥で。あ、僕左利きなんで気にせず奥を使っていただいて。ってことで本日の1軒目ですね、もう本通り、アメ横の本通りの横の1本入ったところですね、うん、もう駅入ってきてすぐなんですけど、うん、沖縄廃材酒場さんということで、なんか僕もねちょっとよくしていただいているこの沖縄で有名な、あの夜更かしとかにも出てるヨメ兄さんって方がいらっしゃって、で僕もなんかちょっと前に結構沖縄とか行ってて、うん、よくしていただいて、で知ってる方の業務提携されてるお店らしいんで、まあ、ちょっとせっかくならということで、うん、ビール早いね、オリオン早いね、オリオンビールが飲みたい。じゃあとりあえず1本ずつ1本ずつ行きましょうか。オリオンで、じゃあとりあえずビールだけ頼んで、うん、料理ゆっくり決めましょう。すいません、
結構居酒屋さんとか行くと瓶ビール最初普通に一緒に飲むから1本にグラス2つとかが多分定番だけど、あ、じゃあオリオン瓶ビールを2本でグラス2つで大丈夫です。はい、はい、お願いします。結構瓶ビール最初から2本って言うと店員さんにびっくりされることある、まあ、人数分その1本にグラス何個になるけど、うん、え1本ずつみたいな、結構あるかも。最近こうやっぱちょっと大人になってしっかり外飲みするようになってから、うん、瓶があれば瓶で頼むようになりましたね。あ、分かる、めっちゃ分かる。瓶気使わなくても何回も頼まなくていいし、であとお店によってあのサーバー当たり外れが、それめっちゃ分かる。やっぱ美味しいビール飲みたいんで、だいたい1本目は絶対に瓶で。めっちゃ分かる。瓶ビールだと 100% 安全が確保されてるからあれでも会うのいつぶりっすか。あ、あれか、なんか大人数でシュラスコ食べに行った時ぶり。そう、岡安さん、2代目の岡安さんとか、うん、大食いだとリュウちゃんがいたのかな。ああ、あと若松屋のゴーさん。若松屋さん。あ、そう、今年だと あとガジュさん。ガジュさんもいて、うん、みんなで飲んだのがもうあれ何月だっけ。入院前だから3ヶ月前ぐらい。あ、そんな前か。6月5月とかそんな。あ、そうかも、なんかそんぐらいだった気がする。結構ね、大食いの人同士はその動画であんまりこうコラボとか交流がないのでね、うん、とこういう関係知らない方も多いと思うんですけど、うんうん、割と昔からそのうちも娘とか あの奥さん連れて家族ぐるみで飲んだりしてますもんね。ちょこちょこ。確かに。実はなんなら家族いる時しかほぼ会ってないかも。マンツーマンで基本的に奥さんが結婚する前から、あ、そう、なんか常に飲み仲間だったから仲良くして横にいるイメージあって、うちのはあの酒好きだから、うん、いやもうめっちゃ喋りやすいし大好き。だからまあ普通にこういう関係はあるんですけど、うん、本当にマンツーマンというか、まあ、カメラマンはいますけど、うん、基本的にこうマンツーマンで飲むのは初めてですね。初、完全に初、うん、なんなら2人、まあ2人じゃないけども2人で会うっていうのも初あ、ありがとうございます。あ、おー、どうし、うまそう。もずくだ。うん、この白っぽくなってキンキンのグラスめちゃめちゃ好き。最初ついちゃっていいですか。ああ、いいんですか。もう最初にいただいてしまって。すいません、ちょっと僕自分で決めてることがあって、うん、絶対手酌でしか飲まない。わかる。私普段完全にそれ。だから僕は手酌で。私も普段完全に手酌。じゃあもうこの後はどこ行っても手酌でいきましょう。手酌システム。はい、じゃあすいません、ちょっといただきます。はい、どうです。あ、うまい。めちゃくちゃうまい。もう電車乗ってる時から早く飲みたい、早く飲みたいと思って。分かる。あ、終わった。いや、ほんと私事で申し訳ないんですけど、うん、つい1時間前に家系ラーメンの撮影行ってきて。やばそう。え、この時間、あ、そっか、もう昼過ぎだからオープンと同時ぐらいに行ったら1本取れるか。そうだからね、もう酒がうまくてしょうがない。分かる。ラーメンの塩分取った後のめちゃくちゃうまい。めっちゃ美味しい。特に炭酸ビール最高。あ、ちょっと飲んじゃった。最高。いや、僕ももうもらえます。もらいたい。いや、あ、でもそっか、回る。あ、でもいや、いいですよ、いいですよ。おかわりついでに料理も頼みましょう、うん、好きなものを選んでる間に僕はこのインサートだけ取っておきます。仕事だこれは。でももずく、沖縄もずくかな、うん、なんか大食いの大会でもギャル曽根さんとかの時代にもずく出てたことあった気がする。船の上でもずくめっちゃ食べてたやつ見たことある。船酔いもするしぬるぬるですっごい気持ちよくなりそう、うん、あれ船の上で大食いはまだしたことないか。一回あります。あれあったっけ。2017年のタイの試合の時に準決勝で、だからね、船の上でやったんですよ。でも2017年私テレビ見たはずなんだけど、マックスさんとドラコさんとラスカルさん3人で初めてさくらさん戦ってカレーうどんだった日。やった。あ、やっぱあの時か。そう、あれ、あの時船だったっけ。海外の本戦に行って、うん、一戦目が変なお寺で、うん、あー、それは覚えてる。タイ料理5品をなんかリレーするみたいな、うんうんうん、でそれが終わった後準決勝で船の上でやって、うん、で決勝で水上マーケットでラーメン食ったんですけど、うん、いや、あの日なんかあの時に番組主治医やってた先生と仲良くて、うんうんうん、あのまなみ先生って辛いもん大好き。そうそう、まなみ先生。そう、まなみとすごい仲良くて、うん、あの大会の後の裏話聞いたんだけど、試合終わった後にみんな汗だらだらで顔真っ赤だから、みんなの熱測ったら全員38度超えてたって言ってて、やべえと思って。だからもうマジで、あの時の試合が気温が確か40度ぐらいで、
で湿度が 90% 以上の直射日光だったんですよ、うん、そうなんか本当に心配だったって言っててでも試合終わった後超グロッキーで、うん、何と戦ってるのか分からなかったんですよ本当に俺は 何で戦ってるんだろうと思ってうだってラーメンって暑いから室内のクーラー効いてるところで食べても本当に暑いのにそんな40度の直射日光湿度 90% とかいやもう本当にすごくすぎてしかも二郎系ラーメンあー初めて戦ったのがそれこそ佐川さんでしょ、うん、だから中華街のそうあの小籠包とかいろいろなんかみんな男性陣1位の間に1人いての3位みたいな確かそんな感じで上の2人がどっちも天心丸飲みしてたからそう、ま、ほやーみたいなマックスさん1位僕2位であーそうかでなんか第1部門第2部門なんか半々に分かれてた気がするでその後結局負けたけど、うん、上位だった僕らがカレーうどん、うん、あーそうだそうだとそうだそうだマックスさんが抜けて1人選ばれて他の人でもう1人抜ける人を選ぶで3人でカレーを、うん、そう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 でもなんかまあ、とりあえずじゃあ一回食べましょう。喋ってた。もうね、ちょっと遊びに行っちゃう。海ぶどうが。海ぶどう行きましょう。あとゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプルともう好きなもの食べます。もずくもあるし、でもなんか他も回りたいから沖縄っぽいやつ食べれば。安心してください。今日は僕の経費なんで。あのこの後も、今日ではないですけど別日に坂田さんの方でもコラボ動画ね撮らさせていただくので、まあ、ちょっと後日ねそちらも見ていただければと思いますけど、うん、今回は僕の動画の撮影なんでもう全部僕の経費ですからもう好きなもの食べてくださいよっしゃ私本当に遠慮しないからいいですよ僕個人的には、まあ、ここはどうか分かんないんですけど、うん、沖縄風の天ぷらだったら、うん、もずく天とかあのちょっともちもちした感じのやつで衣も沖縄の多いんで、うん、めっちゃうまいと思うんですよ、ね、食べよう油味噌きゅうりが食いたいな私はいらないいらない油味噌うまいのにな油味噌って何油味噌って、うん、あの豚肉と味噌をあえたようなへあやっぱ食べてみようと油味噌単品で頼めるか聞いてみますか、うん、いや全然あのちょっともらうきゅうりもじゃあそれで一回行きましょうか、うんオリオンの瓶を一つでグラスは大丈夫なのと、うん、ザンパ白をコーヒー割りできます？はい、大丈夫です。あ、じゃあザンパ白のコーヒー割りと、はい、ヨメニーさんの海ぶどう一つ、はい、ゴーヤチャンプル一つ、はい、で、油味噌きゅうりを一つ、はい、これもずくの天ぷらって、はい、この一つで何個入ってる感じなんですかね？あ、そんなに入ってる。あ、じゃあ一個じゃあそれ一つ、はい、それでお願いします。はいちなみにさくらさん、うん、泡盛飲めます泡盛飲む、なんか沖縄に撮影に行った時に泡盛何本か並べて飲み比べとか撮って、うん、結構度数高いやつだと何パーだっけな40近いのありますよ45とかのやつも飲んだけど、うん、古酒はあ、古酒、うん、そう古酒の度数やばかった、ね、40超えたりするからなんか結構喉に焼ける感じがあるっていうか僕泡盛飲めないんですよ実は飲めないんですけどコーヒー割りってのがあってブラックコーヒーあるのがあるんですけど、うん、それだけが唯一飲めるんで、好きで、うん、よく飲むんですけど甘くないカルーア度数中バージョンみたいな味いやもうね、うん、本当にブラックコーヒーの香りに、うん、なんかそのお酒さつまいもっぽいじゃないですか、芋っぽい香りがふわっとくるだけでへーじゃあそれチェイサーに飲もうとビールも違う泡盛チェイサー聞いたことない、うん、あ、すごーいいただきますありがとうございます。いります？頼みます。あ、頼む。あ、すいません。すいません。ごめんなさい。ザンパ白のコーヒー割りもう一つだで。すいません。聞いたことないよ。ザン。泡盛チェイサー聞いたことないって。絶好調。絶好調だね。あ、おおとととと。あ、うまそうでも。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じです。いや、うまい。うん。あ、最高。もずく食べよっと。もずく食べよっと。食べて食べて。じゃあ半分取っちゃおうかな。いやもうふわっとふわっとふわっ と, ままふわっとあ、出ますあ、早いお、すごいてんこ盛りさくらさんが良ければ、何でも直箸でいいんで大丈夫ですよ、半分取って、あとはとかじゃなくてちょっとごめん、そうじゃあ、うまい、うまいってことそれ酸っぱい系じゃないえあの、
甘酸っぱいやつだと思ってたら全然違った。てかあのごま油なんだ、中華風クラゲの匂いがする。そう中華風の味。あ、逆に全然酸っぱい甘酸っぱい系じゃなかった、つまみだね。うん、うん、まっ。なんかいいな、こういう。すごいですか、普段僕ら、まあ、お店紹介とか、まあ、チャレンジしなきゃいけないとか、うん、気張るじゃないですか。なんかノルマを抱えてしまうっていうか無意識に。だもうただノルマ抱えずに飲めるこういう撮影めっちゃいいっすね、うん、なんかガチの何も決めてないんだなと思って。あ、本当に無計画です。食べ歩きって言いながらある程度こことこことこことって目安はつけてんのかなと思ったけど、ガチで何も決めてなかった。ないいやもう桜さん駅から来てもらって、うん、すぐマイクつけて、うん、何も決めてないんで、とりあえず歩きましょうっつって。あ、うまそう、ありがとうございます。へー、あでも見た目はなんか油ってわかんない、うん、油、ここの油味噌はあんまお肉入ってないかもな。入ってるところもある。そう、あのね、豚肉、ファミリーマートさんとか、あのスパムおにぎりとか、あと油味噌おにぎりも東京に出てたかな。沖縄行くとね、あるんですよ。結構もう主流のおかずとかつまみで、へー、初。ご飯にも合うし、お酒にも合うしってことで。あ、おにぎりについてても本当に普通に美味しそう。これ絶対、あーもうダメだ、仕事モードじゃないから、インスタント全部忘れるかもしれない、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい美味しそう。うまそう。めっちゃめっちゃいい香りがする。あ、今こ、あ、しかも、チャンプルー頼んだんだけど、うん、ゴーヤも入ってるし、うん、あの、フーチャンプルーって、フも入ってて、うん、チャンプルー何種類か入ってるって感じだ。最高。ちょっとぜひ、あの、桜井さん食べたいってことで、あれなんで、もう熱々の一口目食ってください。やったー。一応視聴者さん気にする可能性があるから。いや、いいよいいよ、もう時間待って。いや、私素だったら絶対気に、絶対そのまま時間待ちするんだけど。したことないじゃん、飲み会で。完全時間待ちしかしたことないけど、ね、いいよ。一応だけ映ってるとなると気になっちゃう。いいじゃあちょっと自分の分だけゴーヤだけ最初食べようと。あ、うまっ。なんか子供の頃ゴーヤとか大っ嫌いだったけど、苦いもの。あ、まあ、分かる。今ピーマンとゴーヤやばい大好き。もう飲んべえになった瞬間こういうのが一番好きよ。うまい、うまい。え、待って、めちゃめちゃ美味しい。お、なんかあれ、大食いの視聴者さんの気持ちがちょっと分かったかも、うん、確かに綺麗な人がうまそうに食う映像いいわ。いや、綺麗はと言いないからちょっといいわ。なんか めちゃめちゃ美味しい。逆に俺今日いっぱい食わせたい、この表情ずっと見てたら、うん、あ、本当だ、泡盛りと思えないぐらいの見やすい。あ、泡盛りだっけ、泡盛りの言葉で。そう、砂糖きびで作った泡盛りだから、うん、きびのちょっといい甘みとか、うんうんうん、穀物っぽいその芋の香りっぽいのが。そう早いな。頼む。いや、大丈夫、とりあえず計算がなくなるまで。とりあえず食べたい。食べたい、いろいろ食べたい。なんかもうずっと飲んでると飲んで喋ってばっかりになっちゃうけど。でもね、この動画っていうか、この、あ、もう食べてて全然。この動画をシリーズ化したいんですよ。あ、いろんな人をゲストで呼んでみたいな。でも、まあ、とにかく大食いの人は全員呼びたい。大食いの人って、あ、でも飲めない人多いかも。あ、別にノンアルでもいいんですよ、うん、ああそういうことか。そう、あの飲食店はしご酒というか、うん、僕は飲むんですけど、うん、飲む人は飲めばいいし、別に無理して飲まなくても。そう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 、なんかみんななんかすごい今悩んでるじゃないですか。あ、自分のこれからどういう方針でいくかみたいな。とかやっぱ人数も多くなって、視聴者さんが分散されて、うん、まあ、数字も上がったり下がったり、うん。あ、そうです、ありがとうございます。はい、塩で味付け、まあちょっと一回置いといて、もずく天を置いといて、なんかこう、うまい、あ、甘めの、あ、美味しい。俺の真面目な話より料理の方がいいな。やばい、もう完全にすれ言い過ぎた。テレビに振りたいのか、あ、大食いをきっかけに別事業をするのか、うん、あ、そのまんま大食いを広めたいのか、人によって様々だと思うんですけど、
結局やっぱ大食いの人たちって飯食うコンテンツだから喋らないから、その人となりがわからないというか、どういう人間性なのかっていうのはあんまり伝わってないんです。多分ラスカルさんのチャンネルって食べるところと、あと食レポメインでやってるから、そうだから僕だけです、僕は伝わってるというか、そのあんまでしかないから、でもみんなこう頑張ってチャレンジしてるとか、チャレンジしてる人とか特にかも、あの本当に食べる動画、あのマックスさんとか、なんかマックスさんってあんなにめちゃくちゃいい人なのに、結構ガチ熱ばっかり言ってるから、食べ方がどうたらみたいなの言われること多い感じで、一昔前で言うと、なんかやってんじゃねえかって言われたし、そうなんだ、あのそれは叩かれた時期、もうガリガリだったから、一時顔色悪くて目の下のクマやばい時あった、真っ青になった時期もあって、でやっぱ応援したちってなんか僕らは飲みに行って人なり知ってるから、こいつ好きだなと思う人ばっかだけど、見てる方には伝わりきれてないなってことがあって、なんか本当にこの人なんでこんないい人なのに伝わってないんだろうっていう人結構多いかな、なんでこう叩かれてんだって人が多いから、なんか僕のチャンネルのこの企画を通して、ただただ喋って軽く振って、その動画を見た人が、この人こういう感じなんだってところが伝わるようなシリーズをしたいなと思った第1弾なんですよ。あ、第1弾、やばい。なんかさ、正直私の中でロシアンさんとラスカルさんって金の盾持ってるから、なんか一歩抜けた位の高い大食いの人みたいな感じで、あの木下優香ちゃんと3人っていう感じで見てる存在で、だから自分からって、こんな飲みに行ってんのに、いやめちゃめちゃ喋りやすいけど、でもどうなってなると仕事モードにちょっと足踏み込むと、なんかあまりにもレベルが違いすぎて絶対自分からは声かけちゃいけないところにいるって思っちゃう。でも再生数多いよこっちの方が再生数そっちの方が多いから、いやなんかもう層が違うから、まあ私のところ年齢層めちゃめちゃ高くて、でもうちも高いよ。え、嘘。俺飲食店行きたくて見てる人が多くなってきてくれたから、まあ今最前線で大食い一番伸びてる子たちって、可愛いかっこいいと思って見てくださってる方が多いから、若い視聴者さんが多いチャンネルも多いけど、まあ基本的にその飲食店を知りたいから見てくれる層のチャンネルはやっぱ上目になるよね。なんか私それより通り越してて、それより通り越してて、結構お母さんと一緒に旅してる動画とかあげるから、自分も娘と一緒に旅行行ってる気分を味わえるっていう自分の親世代の人がめちゃめちゃ、ね、でも分かるかも。え、でもあれ夢ですよ。嬉しいけど、うちもこう娘ができたじゃないですか、だからやっぱ娘ができた時点でもう成人した後のこととか想像妄想しちゃうんですよ。でそうするとさくらさんちみたいに、自分の子供が大きくなった時に飯食えたらいいなとかはやっぱそう思うから、なんかその気持ちで見ちゃうのはちょっとわかるかも。ごめん食べて。あげたと思って、インサート撮ってないけど。いいよ、ごめん。油すごいね。あ、ちょっと俺も食おう。じゃあ出来たて、うまい、もちもちとろ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 なんか とろけた餅みたいな。うわうまそう。裏面油びっちょびちょよ。これでももずくの汁なのかな。ちょっと行こう、あうまいわ。とろっとしてる、もずくって言われないと分かんない。目つぶって食べたら分かんない、周りのカリッとしたところもめちゃめちゃ美味しい。うまい。なんか脇の頃からこう遊びに来るとか、近かったんで上野が多かったんですよ。あ、生まれもこの辺ってことか。まあずっと足立で一本で来れたんで、都内行くんだったら上野みたいな。なんか昔はね、こう老舗が多かったんですよ。でもやっぱコロナ禍に入ってから結構撤退されて、本当にアメ横の奥行くと海外のお店ばっかり今。へえ、店員さんが、もうオーナーとかお店自体が中華の夜市みたいなところが多くなったんですよ。でそれでなんかちょっとこう町自体の味が落ちたみたいなことを聞いたんですけど、実際に食べに来ると美味しいとこ多いかもしれない、しかも安いし、いやこの値段でこれ食べれるって本当に安心。大食いと一緒に飲みに来た経費が安くて安心。これ高い焼肉屋さんとか行ったら悲惨なことになる。勘弁してくれって。何人何十人諭吉が必要なんだろう。今諭吉じゃなくなったのか。またのお酒いる？
シークワーサーサワーにしようかな。シークワーサーサワーで。ヤンパシロのコーヒー割りとシークワーサーサワー一つで。外の席ってこれ吸えたりします？灰皿1個もらっていいですか？あ、さくら吸わないよね。吸わない。え、吸ってもいい？あ、もちろん。端っこで。全然。コメントで怒られるかもしれないけど、吸います。全然。でも、今日平日の昼間だけど、人多くない？多い。あ、なんか今日平日か。そう。平日でこれは多い。このね、お店の横のところが、あの大統領とか、上の、ザ・上の、で有名なお店さんが多いんだけど、平日昼間だけど全部回って外まで。やっぱ昼飲みの街なんだな。最近来てなかったから分からなかったけど、事前の話だと多分外国人の方がインバウンドで多くて日本人がほぼいなくなったって聞いてたけど、いや全然来てみると結構本当になんかサラリーマンっぽいスーツの人とかもいるし。でもスーツの方がさ、スーツの方結構多いんだけど、今まだ15時ぐらいだけどなんで飲んでるの？本当になんかスーツ率結構高い。3割ぐらいとか。びっくり。海ぶどう、これは入れちゃっていいパターン？あ、もう好きに食べていいよ。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。まっ、スパッ、まっ、おいしい、大好き。あ、でも、そっか。ちょっとダメダメ、自由にしすぎる。いや、いいよ、自由でいい。そのぐらいでいいよ。結構私、生姜いらないかも。ね、てか、もう このまんまでも美味しい。醤油つけなくても美味しそう。うん。ほら、大きな海ぶどうって常温でしか保存できなくて、冷蔵庫に入れると縮むのよ。常温で3日ぐらいしか持たないんだけど、粒も大きいから、沖縄からすぐ送られてきてるんだと思う。美味しい。うまそう。プチプチ。俺こんだけ頼んだけど、俺全然食ってねえ。うん。ずっと喋ってと。でもラスカルさん本当に食べない、普段。食べないね。全然食べない。全然食べない。チラスコ食べ放題行った時もなんかあんまり食べないで、もうずっと飲みながらもう周りのいろんなお店の人とかと喋ってる感じ。だから、前回その行ったシュラスコが、俺と、まあ、岡安さん夫妻、で、うちの妻と、さくらちゃんいて、りゅうちゃんが横にいて、まあ、そんな宅だったんだけど、俺だけすぐにストップしたもん。もう、お肉5枚ぐらい重なっちゃって、喋りすぎて、もう大丈夫って言って、みんな食ってたけど。でも、なんか全員頼みすぎると、お店の人から、なんかあの席頼みすぎと思われるけど、食べない人がいると、いっぱい頼んでもなんかプラマイプラマイちょうどいいからみたいな。あんまり嫌な風に見られないかなと思って安心して頼める。あ、これなんか半分食べちゃった。俺は大丈夫や。全部渡せるかなと思って。じゃあいいよ、ちょこちょこ食べるから。全然ゆっくり食べよう。あ、でもなんか改めてさくらさんと飲みに行っても、ここは言ったら同世代じゃないですか。1年半年ぐらいでその情勢の違いがあると同じ年の情勢に出て、その数ヶ月後の男女混合戦で遭遇したから、半年後とか多分そんぐらいしか変わんない。だからほぼ同世代のみだったら気楽なんだけど、上か下が絶対いるじゃない、同じ業界の飲み会行った時って。お互いこう気使ってそっちに振っちゃって、ここで話す系がほぼなかったから。確かに一緒に団体で行っても違う人と喋ってることは。そうこんなにまともにこう長尺で話したことないから、なんか俺も知らない部分はあったし、多分画面越しの皆さんも初めての桜を見てると思うけど、行ったことないこと多いと思う。だから行ったことない話もいっぱいしてるし、なんか普通に素でいた。あとで今日話した内容で NG のところは教えて。LINE で教えて。今のところない。はい、大丈夫。まあでもそろそろもう多分、駅から回させて1時間ぐらいだから、飲んでもう 4,50 分経ってるから、はしごします。すいません、あ、ごめんなさい、会計お願いしていいですか？ありがとうございます。現金の方がおります。はい、あ、まあ割といい感じ。あ、思ったより普段の撮影1本分ぐらい食べてる。単品はね、安いね。お酒がちょっと割高かもしれないけど、まあ8000円ちょいってことで、まあこれでいきましょう。ちゃんと ATM 行ってきましたから。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。あっち行こうか。どちら辺が上野っぽいかも知らない。上野っぽいのこっちかな。あ、こっちか。
さくらさんは上野で飲む、はい、全く、本当に全くほぼほぼ来ることない。お酒好きなのに、いつぶりか分かんないぐらいに来たぐらい。マジ何年ぶりだろうみたいな。なんなら多分コロナ禍になってからこっち方面来てないかもしれない。これ知らない、ホテイちゃん。あ、名前は知ってる。超有名、上野で言うと。うーん、ここなんか美味しいけど、入りたいけど店員さん、あ、でも混んでるか、外が混んでるからね。あ、確かに、座るとこないか。そしたらここが、本通り、アメ横の本通りだね。ここから結構あの魚とかの市場っていうか個人商店があったりとか、はい、昔はね古いいいお店があったんだけど、結構最近アジア系というか、まあ、中華系のお店が多くて、あ、そんなイメージはある。そう、ちょっと見てみる、うん、海鮮とかも美味しそう。あ、いいね。あ、すごい、なんか北海道とかにいる気分になる。めちゃめちゃ多いの。へー、有名人さん多いな、なんか。あ、本当だ、写真めっちゃある。写真多い。あ、YouTuber とかいっぱい来てるよ。あ、でもほら、でも観光客さんも結構いる。元々もう全部やっぱ、あ、本当だ、中華系のスタンド店。うん、わー、すごいな。あ、でもこれなんか日本人向けじゃない感じに。まあ完全にやっぱ上野も、もインバウンド系になってるね。あ、そんな感じ。あ、門倉もいいな、立ち飲み。あ、立ち飲みいいかも。あ、煮込みある。あ、もつ煮込み聞いてみる。いい感じ、なんかちょっともつ煮込み食べたい気持ち。聞いてみようか、うん、外とかで食べてる、飲んでる姿とか撮りながら飲ませていただくことができますか。他の人は撮らなければ大丈夫。あ、はい、外の席で、あの、この何も映らない感じの、すいません、ありがとうございます。じゃあ、さくらさん奥で。本当のガチだガチ交渉。いい、ね、ここは一杯と軽く持つぐらいで移動した方がいい。あ、いいんじゃない、いいか、本当に好きなもので。うわ、でも串焼きとかうまそう。うん、うん、お任せ。そしたら本日2軒目は立ち飲み門倉ということで、夜間マッコリとかあるけど、さすがに夜間マッコリはやめとこう。注文が QR っぽいんで、あ、まあこれで。おお、むずい。あ、あったあった焼ける匂いす、いやー、そう、焼き物の匂いがすげえうまそう。あとはもういらない、何でも。なんか回りたい、なんか楽しすぎてさっきの店で結構尺使うぐらい喋っちゃったからじゃあ、あ、出ます。あ、ありがとうございます。あ、ビールに戻った。生台で1回、台かこれ。じゃあ撮影はもう編集が無理だから、ここで終わらせて、うん、あのオフでもう一回行こう。ああ、ね、ね、それでいいでしょう。大きさが違う。で、ちょっとこれで今じゃあ1回ちょっと注文しつつで、これがクエン酸サワーと、うん、生台だ。まさかの台来た、ここで。じゃあちょっと、はい、2軒目もお願いします。あ、ここへ来ての酸っぱい炭酸最高。あ、ありがとうございます。あ、ありがとう。あ、うまそう。でも、あ、ありがとうございます。でも全然トマトハイと一緒にあったかいうちに、もつでも牛すじでも、うん、先に食べて食べて。え、なんかこれ本当にどんぐらい食べていいんだろうって思って。この量だと別に全部食べたって、もう一個頼んだって250円だから大丈夫だって。確かに人のお金大丈夫、人のお金だからもう気にせず食べて。じゃあ食べちゃおう。出すからさ、本当に食べないしね、飲むとき。ひたすら酒って感じ。あ、美味しいとこのもつ焼き、うん、もつ煮込み。あ、よかったよかった。なんかそんなに甘くないやつのが好きで。あ、味噌がね、ちょっと甘すぎるとこあるよね、うんうん、あんまり甘いところより、この甘、あんまり甘くないところ好き、うんうんうん、肉っぽいスターわかるもんね、うんうんうん、はい、や本当に遠慮しない。あ、いや、いいよいいよ、いいんだけどなんかラスカルさんだからこそ、ね、なんか遠慮しないって言いながら、でもなんか遠慮しようした方がいいのかなと思う先輩とかいるけど、いる。でもガチで緊張しなくていい性格してるから120% パースでいる。確かにね。え、待って、 めちゃめちゃ私タレめっちゃ美味しそうに見える。じゃあちょっと映してよ。こちらがおまかせのタレ、はい、うん、3本おまかせ盛りで、こっちが塩のおまかせ盛り、うん、焼きたてを。いや、めっちゃ美味しそう。でもタレ食べたらタレの口になるから。いいよ、逆にどっちでもいいよ。え、どれ食べる。え、うん、じゃんけんで勝ったやつ。食べたいもん食べて。いや、ダメ。じゃんけんこれ平等。なくなったら追加すればいいから。あ、確かに。じゃあ端っこからいこうって
赤っ、なんかつけなくてもこのままでグラス越しでもわかる、うまそうにしてる鶏もも。おいしい、串うまよかった、今日来て熱々、これ塩加減めっちゃ酒飲みにちょうどいい、ちょうどいい、ちょっと気持ちしょっぱめのね、うんうんうん、今弱いとこだとちょっと物足りないなってなっちゃうから、そう、わかる、ちょうどいい、なんかね、やっぱ上野ってアルコール結構濃くて割り物とかでも、うんうん、結構これもだけど濃い、なんか濃いめ、よくクエン酸サワーあの速度で飲んだねどんだけ度数強くても甘みがあるとジュースっていう、脳がジュースって思っちゃうっていうか、たとえ多分 10% とか 12% とかあっても甘みさえあればゼロって思ってるから、ほんと酒好きだね、その感覚で飲んじゃう。さくらさんは普段からめっちゃ飲む、うん、気による、晩酌ってすんの、撮影がないとか飲まない日のが多い、家じゃ飲まないんだ、うん、でも自分で編集もやってるから、編集して投稿した日は鬼のように飲む、あのお疲れ様会じゃないけど基本家から出ないから、撮影する時以外もう常に部屋にこもってて、なんかもうその編集して投稿した日は自分お疲れと思って大丈夫って客観的に思うぐらいめっちゃ飲むだって冷蔵庫開ければものすごいキンキン入ってんだもん。え、家でさ飲み放題、うん、記憶なくす派？気づいたら寝てる。でも周りの目ないから何の気にもせず、本当にもう一本飲んだら冷凍庫にちょっと移して、で冷凍庫でガチキンキンにして、もうガンガン、もういっちゃうまいやつじゃん。で500ミリひどい時500ミリの6本で500ミリの6本ってケースで売ってるけど、ね、それ2つとかビールでもうガンガン冷凍庫にぶち込んで、めっちゃガブガブ飲んで、はあ、さっぱりした、もう誰も見てないしと思ったら何も気にしないで、晩酌で6リッター飲むやつ聞いたことないよ映ってない時の方が飲んでるかも。なるほどね、映ってると万が一のこと考えてセーブするけど、わかるわかる、もう何も映ってないし家にいると思うと周りの目も何も気にならないから、もうこれ普通に寝落ちてパタリと言いながらとんでもない発言しようが泣き出そうが一人で爆笑しようがどうなっても誰も見てないじゃんと思うと、たかが外れてめっちゃ飲む。でもさ、変な話さ、うん、飲みには行ってるけど、うん、ベロベロの姿って見たことないの？どうなる人なの？あ、その時による。結構ストレス溜まって風船がパンパンの時だと泣き出すし、普段の楽しい時だともうどうでもいいこともずっと爆笑してるっていうか、なんか、あ、でもそう、このへーって言っただけすら面白くなってもうめっちゃギラギラ爆笑するか、でもなんとなくだけど、うん、すごい溜め込むじゃん。あー、溜め込む方ではある。だから結構やっぱ結局ジンマシンとか口唇ヘルペスとかに出た時に、 あ、最近私やばいかもってそこで初めて気づくって、体に症状出て初めて気づくっていうか、あ、私今限界だ、ちょっと一回ちょっと緩めよう、ブレーキかけようってなる。飲みに行く時にさ、うん、だいたいその集団で飲みに行くから、うん、最初は話してないじゃん。あー、確かに、お互いがお互い別の人と話してんだけど、うん、後半になると直近だった愚痴をめっちゃ言うの。うん、溜め込んで人に喋ることないから、もうなんかこれをどこにやったらいいのっていう思いをめっちゃぶつけちゃう。じゃね、すごいね。あ、もらう？あ、もらえる。ありがとうございます。じゃあ一緒に飲もう。あのね、これチェイサー。溜め込む人なのはすげえわかる。その今までの飲み会で。もう風船。で、もうなんか風船がパンパンになると。どうでもいい、ほんのちょっとしたことでパーンって言って、もうそっからもう誰にも関わりたくない、もう誰も一切私に連絡してこないで、でも壁を完全ガードで壁作っちゃう。でタイミングによっては LINE とか一切返ってこないんだ。あ、でも LINE 来たらさすがに返す。でも家族には返さないかも、自分がパンパンの時って。大人
なんか家族に逆に気使ってるのかもしれない。強がりたいっていうか弱みを見せられないって思っちゃう。なるほどね。強気な自分で常にありたいって思ってるから、別に家族に心許してないとかじゃなくて、うん、やっぱ娘だからこそ心配かけさせたくないとか、そっちがするんだろうね。そうそうそう、なんか大事に思ってくれてんのを 120% で分かるからこそ、その姿を見せちゃいけないと思ってるところがあって、もう閉めていい？あともう飲もう。そうしよう。じゃあ、ま、じゃあもうここで閉めるわ。まあ、こんな感じで、すげえいい人っす。めっちゃいい人。うちのチャンネルとさ、被ってないじゃん、多分。視聴者層が。あんまり。ああ、確かに。もしかして今日の動画で初めて知ったって人は、素晴らしい人間味をね、うちの動画で見てもらったんで、ぜひね、大食い好きな方は見に行ってください。で、この動画多分絶対いい動画になるから、この後もね、またちょっと他の大食いさんとコラボしたりとか、同じ動画でね、ジャンルというか種種で、撮影すると思いますんで、見てほしいし、それ以上に僕が出演する大食い動画を見に行ってください。コラボね、来月するから、その時は一緒に見ていただいて楽しんでくださいということで、もうカメラしまおう、もう飲もう。じゃあね。